リーを選びました。江戸川区が大好きなんで、江戸川区と密着しちゃいました。みんな江戸川区大好きなんで、大好きです。憧れの区とか将来住みたい区とかあると思うんですけど、江戸川区でいいよね。江戸川区がいいよね。ごまつらが美味しいです。美味しいよね。美味しいよね。自然がいっぱいあるとか。くださいね。大怖い。観覧車ですね。大観覧車があって、そこがすごい見どころで楽しいです。日本で一番大きいよね。ミクゴーエム TV が流行ればその後江戸材料を使って、その後江戸時代に三部作ですね、江戸時代に三部作発生くれって言ったらやめられるような段階じゃなくて感謝されながらやりたい。はい、そしてこちらに歌詞があるんですけども、はい、いかがでしょうか。皆さん、江戸川くんの魅力を分かっていただいたんでしょうか。いや、まあ、言ってしまえば素人さんの下でやってらっしゃる子たちってことですよね。だけどこうプロ意識が芽生えてくるもんなんですね、あれだけ、ね、そう事務所に入ってなんかしてるわけでもなく、はきはき喋ってましたよ、ね、はい、やる気が感じられます。やる気ですね。それあんた子供出されたらもう何も言えないよ私も。確かにそうですね。子供は、はい、あんた平井で始まった、ポイワで始まった声が平井で開くらしい。あの子たち意味分かってるんですよね。でも作詞でメンバーですからね。そうですね。江戸系ビーメンバーだ。覚えたんですね。そうですよ。なかなか秀逸じゃないかと思いますけど、センスありますね。なんかあの私が見た感じ、少しなんかモヤモヤというか、なんか複雑な心境だったんですね。おそらくその理由はあのプロデューサーの顔のモザイクじゃないかと思うんですけど、ちょっと怪しいです、ね、あと僕のトーンが若干ちょっとね、なんか変な不思議な空気だったんで、まあでももしかしたら本当に出ない事情があるかな。本当のモザイクだと、ね、しょうがない。じゃあ、江戸川区さん、今回実は江戸川区役所の方、候補の方にもですね、電話取材を行っているんです。どうなんでしょうか、江戸警備員のことはご存知でしたかと聞いたところ、はい、名前は知っていたけど具体的にどのような活動をしているかは知らない。そして今後江戸警備員と一緒にイベントなどをしていくご予定は、今の時点はお答えしにくいです。企画に合えば一緒にイベントを行う可能性はあるかもしれないと言ってたので嬉しいね。まあでも江戸川区の予算が一切入ってないことは確認できたんで、ちょっと安心しましたね。江戸川区の方もきっと安心してると思うんですよ。はい、はい、カイラありがとうございました。はい。